ってる。はい、はい、こんにちは、エネミーの彦です。入作です。しゅんちゃいです。今日は、ね、あの夕闇を応援しに夕フェスに遊びに来てます。イエーイ。ちょうど今ね、あいつらライブ終わってタバコ休憩です。タバコ休憩してます。なんだろう、やっぱね、ニッチのドラムがかっこいい。小柳の尖りが最高。あ、いいね、よかった。いいね。ちょっとね、優作遅れ、寝坊しちゃって、もう最後の曲だけ。猫3球だけ見えた。アウトロスです。じゃあちょっと、画面越しで謝ろう。後で、小森ちゃんと LINE します。小森さん、ありがとうございました。これ見てる頃は LINE 届いてる。届いてる。後で連絡します。いや、すごいね、熱狂が。いや、てかね、U フェス初めて来たけどね。毎年やってるやつ、毎年っていうか、いや、なんか U-FES ミュージックだから普通の U-FES とは違うみたいな。今日なんか大阪でもやるみたいなの書いてあったけど、あ、なんか全国各地でやってるらしい。すごいね。でそのうちの今日はそういう音楽やってる人メインのここだコスプレ。ここだ。今日は音楽やってる人メインのっていうか、そういう音楽人しか出ない。なるほどね。なるほどね。じゃあ俺らと仲間ってことで、俺らも U フェス出てえな。いやいや、ウーム入らないと。ウームの方たちが、そう、じゃあ俺らもウームっぽいものを作るか。どういうこと？ウームっぽい曲っぽいねえよ、そんな。ドゥームは90年代のメタルバンドだから。日本の。わかんねえよ。わかるよ、それはわかるけど、わかんねえじゃん、こんあ、そうだ、ちょっと待って、質問について答えればいいのか。そう、ちょっと待ってください。昨日ちょっとマジですいませんでした。ギリギリに上げて危なかったね。危なかった。いや、まあ、間に合ってないんだけどね。撮ったのはでも8月6日だから。これ今シャープ7。ちょっと質問に答えたいと思います。中学高校時代の部活は何してましたか？中学は吹奏楽部です。で打楽器をやってました。で高校は軽音部でドラムをやってました。俺は中学バスケ部の、高校軽音部でした。俺は中学サッカー部の、ね、でした。高校軽音部でギターボーカルやってました。ギターボーカルやってました。最初はね、立ち位置が確かに立ち位置変わってる。みんな立ち位置変わってる。質問に、学生時代の夏休みは何してましたか？夏休み、なんだろうね。でも花火大会は行ってたし、花火もしてたし。みんなと変わんないよね、多分みんなと変わんないよね。うん、何してた？まあ、普通にもう遊ぶ。ライブはしてた。うん、ライブしたり。そうだね。あ、ライブしてたね。学生時代夏休みか。で、あんま記憶ねえかも、ぶっちゃけ。なんかね、幼少期にずっと引っ張られてる。確かに。そう、ね。俺もやっぱ、サッカーやってる時の夏の記憶の方が強いもんな。そう。で、質問3。学生の時に就職か進学とか、将来何しようとか悩んでた時期ありましたか？俺はね、なんか、小学校の時にオレンジレンジ大好きで、バンドっていう認識なく、で、M ステめっちゃ好きだったの。だから、なんか、勝手にいずれここだなみたいな感覚があって、ヤングガーン。そうそう、ヤングガーンで、急にパラパラパラって見たわ。そう。CM ギリギリまで弾いてたもん。で、中学の時に、みんなほら、高校でダイブって時に、すごい俺、まあ、なんかもうひねくれ者すぎて、なんだろう。みんな塾とか通ってたのが、なんかすげえ、キモいなって思っちゃってたのね。で、なんか、まあ、割と普通に成績は普通にいい方だったんだけど、ペンは右な、左でしょ。違う引く人。そうで、なんか、すさんでだから、めちゃなんか中にこじらしすぎて、そのなんか、なんで偏差値とか、その自分の内心のとこに行かなきゃいけないのみたいな変謎の尖り方で、自分の持ってる内心の3分の1の高校に行って、で、ひたすら極力を、そう、自由に遊んでた。だから、で、高校に行って、みんなが大学なのか、まあ、すげえバカしかいなかった子だから、それが良かったんだけど、あんまみんな就職とかでもなかったし、大学行くやつもそんなにいなかったし、専門が多かったのかも。手に職つけるみたいなやつ多かったな。で、俺は普通になんかもう音楽やってたいなと思ったから、なんか、もう将来のこと何もほぼ考えずに、なんかそう、奨学金とかもさ、一応配られたらね、こう紙説明みたいなの見たときに、えクソゲーじゃんと思っちゃったの。ワイは背負ってます、奨学金。まあ唯一の
そう奨学金プレイヤー。いやいや俺もだけど大学卒だから。大卒プレイヤーです。大卒プレイヤー。そうだから俺は高卒で別に特にこのまま今生きてます。将来どうなるか知りません。今を楽しみましょう。楽しもう。すげえ無責任に。無責任。まあでもやりたいことがあればね。そう大丈夫です。大丈夫です。どうせどうせオワコンだから楽しもうよみたいな感じです。で、好きな動物さながらメンバーの好きなところ知りたいです。これ俺か。好きな動物、俺動物は嫌いじゃないんだけど、優作寺とかさ飼ってるじゃん。あそうで可愛いなと思うんだけど、すげえワン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 って来た時になんか舐められるとか、ベロがダメとか、まずキモって思っちゃう。いやベロ毛もねちょっとね、あ毛もダメなんだ。そうめでてえんだけど、めでてえめでてえんだけど、ちょっとおめでたみたいになってんじゃん。きちんだよ。めでてえ。変な口とかに舌突っ込んでくるもんね今。そう、まあ、俺はめっちゃ好きだけど。いや大丈夫だから多分俺も自分の犬とか自分の犬飼えば多分そうそうなんか遺伝子レベルで愛せんだと思う、うん、で彦さんのブログ好きなんで体調には気をつけて無理せず頑張ってください。ありがとうございます。で、昨日の公園というかね、あれ遺跡跡の公園広場わかんない森みたいなとこあるんですけど、あの神がいた頃を撮ったとこなんだけど、そこに行くんだけど、その夜景が見える場所からは星も見えるんですか。まあちょいちょい、もうコンタクトだったらまあ普通に。でもやっぱ田舎行った時のなんか威力いやかなわないかな。この間仙台行った時はもうやばいでしょ。だから地方の人たちはね、やっぱ明かりが少ないところに多分いたりもすると思うんだけど、俺はそれはすげえいいなと思います。やっぱ大自然こうガイア感じたいじゃん。将来田舎に住みたいわね。そうだね。彦さんの帽子コレクションが見たいです。いや言うて俺そんな持ってない。それとこれとあとニットと、ペイズリーのやつとこれとニットと、まあこれもそれはまあ俺のタンプレだけで、タンプレのをそうもうなんかハットがちょっと難しくなってきたから、あ後ろのあれがキャップがね、ハットじゃんキャップが、あキャップがね、そうそれはな開いてないし、ね、確か裏で。ウルトラバイオレットの主流曲はどうやって決めたんですか。なんだろう、単純に去年からそういうプロジェクトをね、ちょうど夏1年前から始動し始めて、なんだろう、まあ、夏のおかげが走りみたいなとこあったよね、をまた再収録して。夏曲いっぱいあったから。そうなんだよ、俺夏好きだからね。どうしようみたいな悩みあったけど、まあなんかだんだん3曲目に行くに従ってこうドープな感じになってきた。そう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 、1曲目超ポップな、ポップの、ノスタルジーノスタルジードープって感じだね。そう1曲目のなんでどんどん近寄ってくんのよ。1曲目の真夏のレーザービームはね、それも去年ぐらいで、去年ね作って、去年間に合わなかったから、まあ、今年はその音源は間に合わせよみたいな感じで、そうちょっとオレンジレンジとかの風味を意識したポップな感じにして、2曲目の夏のおかげは本当に俺の描く幼少期の、そう幼少期から今へのこの夏を一つの軸として捉えた上での、なんていうの、曲にした。で、去年の出した夏のおかげよりももっと拡張して2コーラスまで作って、まあ1個のね、ちょっとこうバラードのような壮大さを兼ねた曲にしました。3曲目のサンクチュアリーは、まあ、割と最近作った曲で、なんだろうね、ナインティアワーズって曲があるんですけど、それのもう一度その世界観をもう一度分かりやすくしたバージョンの曲です。まあその3曲楽しみにしてほしいです。今月中にはリリース今月中にいたしますてな感じで、今日の Vlog Vlog、 どっちが Vlog？ 俺は Vlog って言うんだよ。 Vlog で、良平が Vlog って言って、やべえ、かゆう愛ねえだろ、かゆうまあまあまあで、感じかな。まあ、もう日にち近いですけど、8月10日、8月11日関内ベージャングルにて、カムバックキッドスペシャルリターンズというイベントやるので、ね、Twitter も概要欄載ってるんでフォローしてほしいですし、公式 LINE もまあ載せようかな、公式 LINE も載せよう、そうだ公式 LINE、メール意味の公式 LINE
登録追加してください。はい、はい、まあ、ちょいちょいね、あの別系列でなんかやっていけば多分俺以外のメンバーも多分知りたいと思うか分かんないけど、でもさながらのインスタとかもね、徐々にやりながらライブ配信、まあ、ちょっとずつ知ってください。ありがとうございました。じゃあ U フェス続き見ていきます。はい、バイバイ。